はい、こちらガレージです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、田植えがぼちぼちと始まりましたけど、ちょっと残念なほどにトラクターがトラブルで、今修理に出してます。自分じゃちょっとできないレベルのトラブル。まあ何かというと、まあエンジンのね、めくらってあるじゃないですか。クジラで言うと、これかな。ここ。あの先、指の先にある。これな。このめくらっていうやつ。これ、トラクターの、まあ要はエンジンについてるあれ。あ、この蓋。あれが、要は、まあ錆びかな。錆びて、穴が開いて、あそこからラジエーター、クーラーとか、チューって、ピューって漏れ出して。なんかオーバーヒートしてる。水温がギューっとちょっと上がり出したんや。あれと思って、まあ止めて、見たらあそこからピュー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 水が漏れてた。で、まあ、やりやすいとこなら、まあ、あんなめくらぐらい、ポッと、ね、下台で交換できるんやけど、キャビンとエンジンの間、要はガラス、フロントガラスがあって、それから、その、ちょうどエンジンと境にフロントガラスがあるんやけど、もうね、手が入るか入らんかようなところの、場所なんで、もうどうしようもできなくて。もうおそらくあれはエンジンを一回下ろすか、まあ上げるかしないと、どうなんかできるんかな。キャビンのガラス、フロントガラス、取れるんかなって思うけど、まあ、インパネーチンかな。ダッシュボード。あれをガソッと取れば、おそらく中からアクセスできるんじゃないかなと思うんやけど、ちょっともうその辺わからんので、もう納期センターに電話して、すみません、すぐにちょっと田植えがあるんで急いで修理してくださいって持って帰ってもらいました。まあ要はラジエーターのホースとかパイプとかその辺やったらなんとかこうなんとかかんとか応急処置ねできるんやけど、めくらはちょっとまあちょもうとにかくね見えないんですよ。見えるとこじゃないです。もう全然ね、手がやっとギリギリ入るようなところで、もうダメ、もう諦め、ダメ、もうやっても時間の無駄やと思って、もう修理出しました。なんで、ちょっと1週間から10日ぐらいはちょっと、ストップ、農作業ストップになります。もう、稲の方はもういつでも植えられる状態になってるんやけど、もう、白柿ができんかったら田植えなんかできないんで、まさかね、誰かにトラクター借りるとか、リースするとか、そういうのもちょっと無理やしね。あんまりこう農業機械の貸し借りっていうのはね、良くないんよね。いつ壊れるかわからんし、はい。人に貸したばっかりに壊れたってなる場合もあるとね。まあ、なとなと面倒だ。まあ、ということで、まあ最近ね、農作業、農業系の動画とかを上げてるチャンネルなんやけど、ニュース系のチャンネルも登録、よく見てるんやけど、まあ最近国会とか、まあ、YouTuber さんとかが結構取り上げてる内容、衝撃な内容があります。はい。まあ、皆さんご存知の方もおられるかもか。農業されてる方はね、ご存知の方、おられるかもわからんけど、ちょっとびっくりっていうかね、今国会で、審議されてる法案なんやけど、今後ね、供給困難な、事態に陥る場合、農家さんに、増産、要は、米作れ、野菜作れ、とか、農産物を作りなさい、っていう、計画書、農家にね、その計画、どんぐらいできますかとか、どんぐらい作る予定ですかとか、これぐらい作ってくださいとか、まあなんかそういう計画を、まあ国や行政に提出しなさいと。で、もしそれに従わなかった場合は、罰金を取りますっていう話。はとか思って。お前、ふざくんなっちゅうやつやね。何を今更、ほんとね、何を今更言おうのかっちゅう話だよね。もうね、もうやっぱ政治家っちゅうのは、頭いいんか悪いんかわからんね。頭はいい。勉強はできるんやろうけど、勉強はできるんやろうけど、社会的にどうなんちゅう話やろね。ほんと分かってねえよな。これはね、野党の人も
ギャンギャン、突っ込んでます。そんなもん、国民が納得するわけねえ、農家が納得するわけねえやろ、つって、岸田政権にギャンギャン言うてますけど、まあ、それも、まあ、ポーズかなと思う。まあ、政治家なんて自分のね、保身、野党がやいやいいよったところで、結局は、その法案は通ると思います。もう無理やわね。まあ、従わなかったら罰金っていう、反強制的に、計画書っていうかな、増産せないかんような事態に陥った場合、政府が、食料の自給率っていうか、自給の把握をするために、反強制的に計画書を出しなさいよということなんやろうけど、それ、ね、把握するためっていうか、あんたらが今まで散々ほっといて、何を今更言おうのなっちゅう話ない。罰金取るとは何事だっていうことやわね。もう開いた口が塞がらんというか、もう今まで俺はあんま政治には関心なかったんやけど、もう勝手にやってくれって感じだったんやけど、所詮ね、国民が、野党が、なんやかんや言うたところで、政治家には伝わらんし、どうしようもならん。今ね、今の日本の、この、政権。もう落ちるとこまで落ちてるんで、はっきり言って、もう、自己防衛というか、それぞれ、国民というか、は、もう、ほんと、自力で、なんとか立ち上がって、踏ん張るしかないんかなと思います。もう政府頼りっていうかね、もう政府に任せたって、任しとってもね、いいことは何もないですね。まあこれ、去年、一昨年ぐらいから、米農家やばいって言われてきたんやけど、もうさらにね、国からとどめ刺されるんかっていう、みんなね、みんなっていうかまあ、米農家さんね、正直、今、去年ぐらいからもうバタバタと、やめてるんですよ。もうどんどん減ってって、20年後には 80% 減るって言われてるんですよ。今より 80%。はい。まあ、そらそうやわね。今の現役の米農家さん、平均年齢、70歳、69歳だから。それは20年後おらんわね。平均の人たちがみんないなくなるんですよ。その平均だって69歳とかって言われてるけど、69歳の人がどれぐらいおるかって言ったらほぼおらんすよね。もうだいたい80代ですよ。70代後半から80代の人がメインです。その人たちが、まあ、もうお金少なかれ、もう時間の問題っていうかね、もう、高齢っていうこともあるし、要はコスト、利益が取れないっていうこともあって、もう、軒並み辞めてってる状況です。去年、一昨年ぐらいから。まあ、コロナの影響もあってね。これは農業だけではない、他の産業でもそうやと思うんやけど、どんどん辞めてってる。で、20年後には 80%。10年後にはおそらく 50% ぐらいが減ってる。今の農家、半分になる。で、20年後。米が100万トン足りなくなるっていう試算が出てるんですね。もう、これは、ちゃんとした機関が出してる数字です。はい。もうアウトですね、完全に。そういう数値が出てきたから、まあ政府慌てて、米作れとか野菜作れ、農家のケツを叩き寄るわけやけど、もう遅えわな。マジで。ほんと遅え。もうどうしようもないって。もうそれは止まらんよ。この流れは止まらんのよ。もう時代というか、ね、世代が、がっぽり抜けるんで。米100万トン足りになったらどうするって。もう国内で自給するっていうのはまず無理よね。正直ね。もう輸入せんとしょうがなくなる。もうこれはもう避けられんと思います。いくら今残ってる、まあ僕らみたいな世代の農家が、いくら頑張ったところで、80% も減ったら、もう無理ないよね。とてもじゃないけど、ましてや、要は政府の方針っていうのは、
効率化、ね、土地を広げて、効率化をしてください、大規模化してくださいって言うんやけど、そんなもんね、どれだけの人がその条件に当てはまるかって言ったらもう半分もおらんすよね。2割か3割ぐらいじゃないですかね。あとほとんどが中山間、僕らのやってる田んぼみたいなところ、もうこれはもう何十年も前からその効率化っていうのをやられてきて、要は田んぼをね、5枚ある田んぼを1枚にするとか、そういうのはもう昔からやられ、もうずっとやってきたことなんです。でも、もう限界に来てるんですよね。その農地をね、広げるのにはもうこれ以上無理だっていうところまでは来てるんです。もうあとは山削るしかないですよ。山削るっていうか、もうそれを今度やりすぎると、勾配がなくなるし、水の問題とかもあるし、要は土砂の災害とか、川が氾濫とか、いいことなん、もうこれ以上やったらもういいことないんですよ。もう限界を超えてるんです。なんで、その中山間地域は、いくらその効率言ったって、もう限界来とるし、農業機械、肥料、燃料、軒並み高騰して、もう壊れたら、もう買い替えるとか無理なんですよね。なんて、壊れる前にちゃんとこう、ちょこ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 ごまかし修理しながら、だましやってるんやけど、いざ壊れた。で、修理いくらかかるかって、もう軽く10万超えてくるんですよね。運賃だけで5万円かかったりとか。今回のトラクターの、メグラーの蓋。これ多分、部品代としたら100円とか200円ぐらいですよ、1個やったらね。工賃多分5万円とかかかると思うんですよ。で、運賃、往復2、3万円かかる。もう軽くやっぱ10万円超えてくるんですよね。このメクラ1個買えるだけで。もうそんなんもやっぱあるし、肥料、燃料が上がって。で、計画書出さんかったら、罰金まで取られて、もう泣きっ面に鉢っちゅう。もうまさにこのことやなと思って。いくらなんでも、計画書出せ。計画書の、義務化するっていう法案なら別に、ああ、もう、どうしいな、めんどくせえな、つって、出しますよ。今までも計画書っていうのは毎年出してるんですよ。どれぐらいの面積作りますか、何を、どんだけの量を作りますかっていう計画っていうのは、農政課とか、その辺に全部出すんですね。それをなんか今更、それ出さんかったら罰金取るとか、逆やろ。それ出しゃいくらかくれるちんやったら出すよ。みんなね、みんな頑張ってやろうかってなるよ。罰金取るのは何事かって思うんやけど。まあ、ちょっとこれは僕がまあパラッとチラッとニュースっていうか、国会のまあ討議、審議とかあの辺を流し見ただけなんで、ちょっと違う見解の方もおるかもわからんので、皆さんのご意見もちょっとお伺いしたいなと思って、ちょっと動画にさせていただきました。あ、まあまあ、そんな感じで、ちょっと、びっくりしたニュースというか、法案が、国会で持ち出されてるっていうニュースを見たんで、ね、ちょっとびっくりしたんで、皆さんにちょっと知らない方もおるかもわからないので、お伝えしとこうかなと思って、はい。農家やばいっす。はい。頑張りたいと思います。はい、以上です。